られてますよね。そうですね、まだ推薦書はもう本当に決着がついてないんで、まだまだもっともっとやりたいというか、まだまだ勝負がついてないんで、僕の強いところを見せ、完全に KO 勝ちしたいなと思ってるんですけど、はい。一方の正吾岡本選手に関してはどうでしょう。まあ正吾岡本選手にあれとってはあれなんですけど、まあぶっちゃけ KO で勝ってますからね。僕はしっかり蹴って、KO で勝ったのは何年前ですか。いや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 、完全に僕のハイキックで倒れましたね。あの時は何年前って言って、もう僕もまだ始めたばっかりでしょ、まだ経験も甘いんですよ。そんなね、その頃と比べたらね、全然こっちは上がってるし、天田さんはね、年取って落ちてるんですよ。いやいやいや、俺は年取れば取るほど強くなってるし。いや、そんなことはね、現に鈴川とあんな決着しかつかなかったんでしょ。おう、ふざけたこと言ってんだよ、お前は。いやいやいや、おじさんはもう黙って、もう黙って頑張るしかないんですよ。おいおいおい、な、自分が何言ってるか分かってんのか、なんだよ。いやいや、だったらもうね、もうリングではっきりさせるんですよ。そうでしょ。冗談じゃねえよ、ガタガタ言ってんじゃないよ。おお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 どんな汚いことをするのか、鈴木岡本チーム、ちょっと油断ならないですよね。この間もボディチェックの時にちょっと突っかかってきたんですよね。なんかやりそうな顔をしています。なんか考えてますね。大塚選手と天田選手、石木さんですよね。石木さん、声がちょっと枯れちゃった。声が枯れちゃった。佐野司さんに、はい、佐野司さんです、よろしくお願いします。佐野さん、はい、佐野さんです。ただいま実況ゲストに駆けつけてくれたのが、はい、石木ありさちゃんと、はい、佐野司ちゃん、はい、はい、で、ありさちゃん声枯れちゃったんで、司ちゃん、はい、司ちゃんがゲストです。そうです、急遽、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。無理やり声を作っているありさちゃん、大丈夫ですよ、笑顔だけください。さあ、ということでございまして、第9試合ゴングが鳴ります。先陣を切るのは天田選手と岡本選手。天田選手はグローブで戦うんですよね。そうですね、プロレスでも絶対にこのキックスタイルを貫きます。ちょっと顔がやっぱりいつも以上にこう警戒をしている、いい顔をします。天田選手、岡本選手、浜田選手の蹴り反応、うまいこと反応してますね。おっとっとっと、足を取った。ここは合わせてきますね。今回頼もしいのはやっぱりプロレスを知っている大塚選手がタッグというね、パートナーというところで、初タッグになるんですね。なりますね、初タッグですね。なかなかこの浜田選手の蹴りに岡本選手うまいこと反応してますね。おっと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 、今のところ岡本選手はクリーンに戦っております。はい、ロープ、この辺りからちょっといやらしいことをやってきます。 IGF からの資格を岡本選手と我らが着陸起こります。天田選手、おっと膝、貫抜き決まりましたね。ちょっとこれは痛そう、これは痛そうです。
は相撲から来る。そうですよね、相撲の技やっぱり熟知してる、身につけてますからね。おっと出ました、卑怯な技、この憎たらしい顔、鈴木締め上げます、締め上げます。さすが。いや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 、ああいうところは憎たらしい、うまいな、上手。いやいやいや、痛そう痛そう。パンチ返しましょう。天野さんパンチ返して。首を離しません。おっとロープ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 。ブレイクブレイクブレイクの声が。鈴木離せ。大塚出てこいと言わんばかりのジェスチャーをしながらタッチをしろと。さあアレクサンダー大塚選手は中に入りましたが、なかなか離しません。鈴木選手、おツバをかけた、今日は2度目のツバ。この憎らしい顔です。鈴木されるとやっぱりさすがに浜田も火つきます。さあここはレスリングですね。うまい、うまいっすね。おっと首をつかめ、最初に首につかみに行ったのが、この攻防も上手ですね。やっぱり鈴木も憎たらしい、上手。おっといつの間にか腕を取ってますね。おおすごい返した鈴木、ただまあ相変わらず腕は離さない大塚選手、うまい。おっとバックを取った、これはやっぱ手が合いますね、2人ともね、うまい、うん、今朝に取ってから足に移行します。上手だな。おっと大塚選手見事、鈴木も憎らしいけどうまい。ちょくちょく私を睨みます鈴木、うん、放送席意識してますね。ちょっと嫌ですね。おっと、この流れる打撃すごいな、うまい。おっと膝を落とした、これはちょっときつい、返す、2で返しました、カウント2で返しました。さあここで岡本選手、勝負の岡本にタッチ、鈴木、おっとおっと、これは見事です。そうですね、いいですね、やっぱりこんだけ重たい選手がこんなに動くとやっぱすごいですね。これロープの触れ具合が、おっとものすごい音、おここでジャイアントスイングか、おあ腰に来た、腰に来た、重い、これは重い、これは本当に腰に来たかも。さすが勝負の選手、もう一回いけるか、これはちょっときついな。うわ動きが鈍ったぞ、お、いや、そうでもない、ロープに飛んだ、おっと、頭を抱える大塚選手、少し効いているかもと、背中にエルボを落とします、ロープへ飛んだ、おっとかわしてバックを取って、ロープ、これはすごい、一気に形勢逆転。おっと、あっ鈴木、なんだお前は、なんだお前は、まだタッチをして、おっとこれもバックからバックドロップ、鈴木下がれと。さあここで天田にタッチ、我らが天田登場です。さあここで一気に打撃で畳み込んでいただきたい、いいですね。おっと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 、おー頭突きが、危ない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 、おおっと、うわーっとものすごい右フック、うわーっと、おっと、決
決まりました。最後のこめかみの蹴りは音はしないけどかなり重かったですね。